これ、正面肘で呼吸の時に左咳を正面を受けます。でこの状態から肘から肘で寄せる。あと180度回転、そのまま、腕の関係は90度、10度に交わります。あとは肘肩を持って、はい、で反対側咳を正面を受けて、この状態から回転しながら肘の、肘へちょっと向きます。あとここからは、肘当てを相手の肩が入る。でそのまま前に